皆さんおはようございます。おはようございます。斉良平です。今日はなんと桜間先生とジャニーさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。来ました。まあもう本当にね、前のですね、動画の時のズンドコベロンチョってやつで、はい。ちょっとですね。出禁に一回なってたんですけど、謹慎期間も空いたってことで、はい、もうそろそろいいんじゃないかってことで。ありがとうございます。はい、出てきたんですけど、桜間先生、今日、注意してください。はい、わかりました。でも、あれは名作でしたね。名作でした。はい。はい。間違いない。後から見返しても結構笑いましたよ、あれ。笑いましたね。はい。いや、見てないからわかんない。っていうかもう、斉先生がそもそも何言ってんのかさえわかんない。ああ、そうなんですよ。一体今何の話をしてるんだろうな。何の話をしてるのか。あんまりですよ。あ、そうなんですね。じゃあ、だいぶ今回は新しい話したいですね。そうですね。もう過去を振り返ってる場合じゃないです。はい。そうだよ。過去を振り返るのはキャスバル兄さんだけだからね。キャスバル兄さん。誰だ？一体誰なんだ、キャスバル兄さん。これは斉先生のチャンネル、はい、そうです、そうです。だいぶ長男ですよね。はい。だいぶ長男なのにもかかわらず、兄さんがいたんですか？あ、そうですね。あ、そうなんですね。はい。キャスバル。うん。国籍がわかんないですね。うん、あ、そうなんですね。今日は、なんか、お聞きしたい話があると、ジャニーさんが。いいですか？いいですよ。斉先生のチャンネルをお借りして、前編が、バイオのうんこチャンネルの方で流させてもらったんですけど、今回も、またお金にまつわる手相の話を伺いたくてですね、はい。好きですね、ジャニーさん、はい、お金の話が。大好き。大好き。なるほど。もう、大好きじゃなくて、大好きに聞こえてくるから、大好きって誰だみたいな。大好きです。なるほどですね。天から、はい。集中してください。すごい。集中してください。集中してください、桜先生。すごい。集中してください。初めてぬいぐるみ触った人みたいな感じじゃないですか。すごい。タコちゃん可愛いんですけど、はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんな感じですね。もうここで、ちょっと、お金に困らない。そうですね。お金が降り続ける恵まれた手相みたいな感じで。なるほど、なるほど。いただけたらありがたいです。ちょっと、桜先生ちょっと見せてください。はい。佐川先生すごいな。でも、触ってみたらやっぱすごいっすね。ジャニーさんちょっと見して。はい、あ、触り方。ああ、なってます。触り方、これ、指、見て。皆さん、これ、すごい。何これ。何チャンネルまず、お二人もちょっとよく見てください。桜川先生は、理想的なやつが、ジャニーさんもすっごくいいと思います、それ。理想線。まず、二人の手相で見ていくと、はい、まず、お金のことって見るときに、財運線って見ることが、まあ、もちろんこの線があった方がいいのは確かです。小指の線です、ね。はい。小指の真下にある線ですね。この線があることは本当にとってもいいことです。この線が、わちゃ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 ってこうやって乱れて入ってくると、無駄遣い。金運がダダ漏れ状態です。でも、そこまでひどくないですけどね。ジャニーさんぐらいになってくると。だから、そこは全然問題ないんですけども、この辺に入ってさっきのこれが財運線です。これがあるのはもう何にしてもいいです。これよく見ててほしいことは、小指と薬指の間。はい、財運線って基本この辺に入るんですけども、はい、これがちょっとずれて、ここに入る人いるんですよ。はぁ、なるほど。この指のここの間ですね。ここに入る人。あ、財運めちゃくちゃそうじゃないですか。ちょっと近いかもですね。これは何かというと、これはもうお金を。これは相続を受ける人多いんですよ。へぇー。親とかから。ただし、この相続っていうものは土地とか家とかお金じゃない場合もありますけども、そういったものを相続する可能性がある人たちは、この指とこの指の間のところに縦線がピッと入ります。へぇー。こういうこともありますね。この金運ってところで、今、ジャニーさんと坂間先生の手が面白いって言ってるのは、はい、一つは、どれだけお金を持ってても、お金を稼ぐのが上手なだけで、お金に愛されてない。つまり、金運に愛されてないとか。あとは自分自身が満足できてないっていう人たちは絶対にこの下にある太陽線っていう線です。これ第二金運線とか幸福線とか言ったりしますけども、はいはい、この線があるからです、はい、これあった方がいい。もちろんです。これあ、そう、ね、これもないとどこの線がどれだけなってても、はい、ここが本当に重要なんですよ。これがとっても重要で、さっき言ったみたいに、まあ、湯水のように降り注いでくるというか、どんだけピンチに陥ってもお金にパッと恵まれる人たちはこれも結構レアっぽいですけど意外にいると思うんですけど、うん、こんな感じになってます。シャープ、はい、シャープ型になってる人いますね。そうなんです。2人はこのシャープ型じゃないんですよ。うん、違いますね。違うんですよ。基本的に僕は手相を昔書いてあげたんです、皆さんに。書いてあげた時に、はい、これが書いて出やすいけど、はい、書くっていうのは一番理想の形を書くんですよね、うん、その中でよく使ってたことで言うと、ジャニさんの太陽線、はい、今こんな感じで入ってるんですよ。ここに今ちょろ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 ってこういう線があるんです。これはサポート線といって、すごく喜ばれることで、ジャニさんがこの先経済的に豊かになっていく過程で必ずそれをサポートしてくれる人たちが出てきますよってことなんですよ、はい。すごいゆっくり触るんですよ。サポートされてますね。サポートされてますね。すごい。サポートされてます。だから僕はここに書いて、なおいいのはこんな感じで書いてないです、本当に。へぇー。うっすらと書いて、太陽線の横に線を書いてあげるっていう感じで、本命の線が一本あって横にそれをサポートする線がある。姉妹線って言ったりもしますけども、これがすっごくいいそうなんですよね。ここでまた、桜庭先生、ちょっともう一回いいですか？俺多分さっき気のせいじゃないもんな。なんかあるんですか？なんかある。なんかある。あ、
すごい。何これ。違う。これ何これ、何これ。さっきまで手相を見てたはずだ。何その顔、いい顔してる。今ちょっと桜先生の手相をまじまじ見て、はい、太陽線があるのはもちろんなんですけども、はい、理想的なんですよ。何がですか、何が。これがあるととってもいいよなんですけども、はい、リアルに入ってる人は、僕は書かせるんですよね、うん。書くだけでその効果が出るから書いてくれと。どうなんすか、ね。ただし、本当にそれがちゃんと入ってる人を見たのは、うん、あんまり本当いないと思います。いないんす、ね。っていうのが、はい、よく言うのは、こんなのちっちゃい Y を書いてあげたりとかするんですよ。そうするとこれもめちゃくちゃよくて、この横にちっちゃいお花を添えてあげなさいみたいな感じでこうやって書いたりします。お花みたいな。これは何かというと、自分の持ってる能力に対してさらに優秀なサポーターの人たちがついた上で、自分の流れとか運勢とかっていうもの自体を伸ばすっていう意味合いで、大きな会社の中にもいらっしゃるんですけども、はい、桜庭先生がそうだと、まあ、でもこれ もう能力なので、うん、社長よりも能力も高いナンバー2がつくんですよ、うん。そうなんすね。その人が会社をダーンと大きくしてくれた上で、はい、でも経営者としては一番理想的な形ですよね。そうですね、そうですね。そういうナンバー2に恵まれたりとか、サポートしている人に圧倒的に恵まれる人たちにはこういう風な線が入ったりとか、その人の援助を通した上で大成功していくとかっていう人たちは、はい、この人たちもお金には困らない。なんだかんだ言ってどうにかなるって人多いです。あ、そうなんですね。はい、これ台本にあるんですよ。出てました。これ一本あるんですよ。めっちゃすごいですね。これ重要ですね。Y がいたよ。わかりました。Y いました。Y すごいです、すごいです。Y が2個あるんですよ。そうなんですよ。ああ、それなかなかすごい。Y が2個で Y Y で。Y Y ですね。Y Y です。Y Y です。人のチャンネルだと適当に言いますね。で、まあ、これもあります。あともう一個言うと、さっき言ったシャープとか、このお花のやつもあれば、これは意外にもしかしたらいらっしゃるんじゃないのかなっていうのがあるんですけども、はいはい、ジャニさんがちょっと近いところがあるのか、はいはい、これが、おー、なるほど。V の字。ビクトリーの V って言われますね。先生、これは右ですか左ですか。これはですね、いろんな説があるんですけども、はい、手を組んだ時に下に、親指が下になる方っていう人もいれば、上になる方だっていう人もいるので、右手が未来のこととか、左手が先天的なことだったりするので、はいはい、どっちにあってもいいです。ただ僕は、今までいろんな人の手相を見てきて、やっぱり変化が多いのは右です。右な、右手のが変化する方が多いなと思います。ジャニーさんはしっかりしてますね。全然わかんない。まあこれビクトリーと言ったりしますけど、はい、あ、これか。そうです、そうです。はい、この線は、その人の幸福度とか、幸せだとか。ジャニーさん、まあ言ってしまったらいつも幸せだな、幸せだなって言いますもんね。実際幸せですもんね。うん。はい。まあただ下打ちが多い。めっちゃ落とす。めっちゃ上げて落とすじゃないですか。なんか下打ちが意外に多いなと思って。はい、ビールとか空になったら、はい、ピンポンとか、はい、あ、ビールすいませんって言ったらいいのに、はい、ビールなくなった時点で、言うじゃないですか。最悪じゃないですか。あ、ビールなくなったんだ。なくなったんだ。それで僕、やっと、ジャニーさんがビールなくなった時の合図って、ああいうことなんだと思って。そんなことないじゃないですか。斉先生、そんなことないじゃないですか。そんなことないですよ、僕は。もうビール空になっても幸せだなと思ってるんですよ。ね、でも最近、ほら、サメ息もそれにセットになってきたから。いや、より悪いじゃないですか。より悪いんすよ。でさ、そうやってなってくると、この今、せっかく入ってる温泉がじわじわこうやって、こういう感じで。それ、神様もそう判断するよ。消えてくる人がいるんですよ。手相ってそういう消え方するんですか？消えるんですよ、こうやって。消えていったりします。あ、そうなんですね。はい、だから、なるべくならば、今見てる皆さんも、舌打ち、はい、そしてため息とかっていうもの自体は、人がいるところではしないようにしていく方が、幸せの塊を指してることだったりするので、そうすると幸せが逃げるってことがあったりするので、注意してくださいってことですね。あ、めっちゃいいですね。斉先生、改めてなんかこの手相のこと知れると自分にこんな才能があるのかって思いますよね。はい。だよ、どうでした？めっちゃ勉強になるよね。はい。でも、お、俺も見たらなんか先生ここにこれ違うんですか、これ。高川先生はちょっと特殊なんですよ。特殊なんですよ。面白い太陽線の形を描いてるので、もう一個入れるんだったらこれもいいですよね。こうなってる人。人という形になってたりするんですよ。どう、まあ、ちょっとこれ逆ですけども、入るでも人でもいいんですけども、この逆でもいいんですよ。おー、この線になってるのもめちゃくちゃいいです。そうなんですね。こういう入り方をしてるっていうのも、多分もう受注ハックですよ、はい。サポートしてくれる人がどうこうじゃなくて、運命的な出会いが、この人の人生自体に対して、幸せとお金の流れをゴロッと変えてくれた大きな出会いをあったっていう人の中では、僕は知り合いの方でいますね。ああ、そうなんだ。女性の方で、もう離婚はされててお子さんがいたんですけども、もう再婚する気もないって言ってたんですけども、たまたま釣り船に乗って、釣り船の横に乗ってた方が、名前を聞くとびっくりするような企業の会社の社長さんで、その人が一目惚れして、私は結婚しないって言ってたけど、結婚しましたね。とんでもない人と出会って、その人はもうなんか、女性に興味がないんじゃないかって言われてたんですけど、本当に、はい。女性からしたらもう鉄壁の要塞って言われてたんですよ。あ、そうなんですよ。みんなが襲いかかろうとするけども。
わーってなって、はいはいはい、結婚しました、すぐに。あ、そうなんですね。めっちゃすごいですね。っていうことがあった人がこういうものがあったりとかしたりもしましたけどね。っていう感じです。はい。だよ、めっちゃ、また遊びに行きたいですね、斎先生。だから桜庭先生に来てくれたのに、ね、全然桜庭先生に喋ってもらってないんだけど、これもうジャニーさんとかに流した方がいいんじゃないですか。いや、いやいや、もう斎先生のチャンネルで。斎先生、いやもう本当に斎先生のチャンネルで。オッシャーやりたいっすね。オッシャーやりましょう。オッシャー。ところありますね。お、行こう行こう。オッシャー行こう、オッシャー。では、皆さん、今日も元気よく皆さん送ろうと思います。では行きます。せーせーの、よっしゃー！これ金玉伸ばしですよ。金玉伸ばし。